梅雨の晴れ間の青空がとても美しいですね。この季節は気温が高い日もありますので、体調管理にはお気をつけてください。今週のいなチャンネルはご覧の内容でお送りします。はい、おいしいね。じゃあ次はね、今日初めて食べるほうれん草だよ。甘くておいしいよ。はい、ごっくんできたね。おいしかったね。はい、今日はね、これでごちそうさまですよ。生後5ヶ月頃から赤ちゃんにとって初めての離乳食が始まります。そしてその頃から味覚の学習も始まります。実は味覚には生まれながら持っている味覚だけでなく、学習することで獲得する味覚があるんです。離乳期の頃の食品の体験が少ないと、幼児期になって偏食の原因の一つになりやすいと言われています。では赤ちゃんの味覚はどんな風に発達していくのか見てみましょう。生まれたばかりの赤ちゃんはお乳だけで成長します。お乳の味は甘みと旨味が主な味なので、赤ちゃんは生まれながらにして甘みと旨味の味覚は持っているんです。一方、酸味や苦味は有害物質を間違って食べないように見分ける味覚として持っています。さて、野菜や果物はどんな味でしょう。酸味や苦味がありますね。だから赤ちゃんは初めびっくりしたような顔をしながら食べるかもしれません。でもお母さんの安心できる声を聞きながら食べる経験をしていくことで、食べられる味、おいしい味と脳が記憶し学習していきます。例えば赤ちゃんが食べる初めてのほうれん草。初めてのほうれん草だけど食べてくれるかな。もしお口からペッて出しちゃったらどうしよう、心配。食べさせる人が不安そうな表情をしていたらどうでしょう。赤ちゃんも不安になるかもしれませんね。甘みのある野菜と違って少しアクがあるので、赤ちゃんもちょっと不安そうな顔をするかもしれません。でも食べさせる人の優しい声かけを聞き、優しい表情を見ることで脳に情報が伝わり、食べると喜んでくれる、褒められたという赤ちゃんにとって心地よい体験や感情が生まれます。この状態で食べると酸味や苦味のある味も美味しい味と感じることができるようになります。美味しいと聞くのではなく、美味しいねと笑顔であげてみてください。心地よい感覚を覚え、いろんな味を美味しいんだと学んでいきます。酸味や苦味のある食べ物も心地よい感覚と一緒に体験することで、赤ちゃんは次第に美味しいものとして覚えていきます。うちの子、今1歳半なんですけど、好きなものはよく食べるんだけど、嫌いなものは全く食べないんです。ご飯とかパン、麺類、果物はよく食べるんだけど、でも野菜は全く食べないんです。この時期の子供は嫌いだから食べないと決めつけないことが大切です。不快な感情とともに体験した食品は嫌な味と学習することがあります。1歳頃になり味覚が発達すると、赤ちゃんはその記憶から自分で食べ物を選択するようになります。これが好き嫌いです。
もともと甘みはみんな好きな味です。嫌な味と甘みだったらどちらを選ぶでしょうか。嫌な味を美味しい味に変えていくのは心地よい感覚で食べる体験です。嫌な味も大人と一緒に美味しいねと声かけながら食べてみましょう。大人と一緒に食べているんだけど好きなものばかり食べてどうしてもきつく言ってしまうんです。どうしたらいいのかな。まずはしっかり外遊び、家の中での遊びなど体を使った遊びを親子一緒にしお腹を空かせることも考えてみましょう。ピックなどを使って見た目でわーすごい食べたいを引き出すために盛り付けの工夫も素敵ですね。酸味や苦味を少なくするようたっぷりのお水で茹でるなど食べやすい工夫もいいですね。生後5ヶ月頃から始まる離乳食、そしてこの時期から味覚を学習しています。赤ちゃんが食べるって楽しいと感じる食事や雰囲気、そして大人もお子さんと一緒に美味しいねと声をかけることが大切ですね。お子さんの食事のことで心配なこと、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。いつまでも伊那市が伊那市であるためにをキャッチフレーズに策定している伊那市立地適正化計画。今回はこの伊那市立地適正化計画について都市整備課の辰野口さんにお話をお聞きします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずこの伊那市立地適正化計画の策定にあたり、これからの伊那市のためにまず考えなければならない課題についてお話しします。国立社会保障人権問題研究所という国の機関が公表した将来の人口推計によると、伊那市の人口は今から25年後の令和27年には約2万人減少し4万7千人ほどになるという予想が出ています。また人口が減少傾向にある中、住宅や商業用地などは市内に広範囲に広がっており、上下水道や道路などインフラ機能の整備維持が難しくなることが心配されています。そして住宅などが中心市街地から郊外へ広がることで、中心市街地に空き家や空き地が増えてしまう、いわゆるスポンジ化が進んでしまうことも課題となっています。人口減少や市街地のスポンジ化、これらの課題を踏まえて今後のまちづくりを行っていく必要があるんですね。はい、伊那市が伊那市であるために、将来にわたって誰にとっても暮らしやすい街であるためには、家や駅、バス停などから歩いて回れる範囲内に生活に必要な医療、商業などの施設が集まっている、また公共交通を使って誰もが無理なく移動できる、そのような快適な街づくりを進めていく必要があります。そのために策定するのが伊那市立地適正化計画です。これからの街づくりの目標と方向性を定め、誰もが快適に暮らし続けることのできる街を目指します。計画で目指す誰もが快適に暮らし続けられる街づくりとはどのように進められていくのでしょうか。はい、この立地適正化計画というものはコンパクトな街づくりを目指すというものです。生活に必要な施設が集まる場所を決めて、その周辺でできるだけ皆さんが集まり快適に暮らすための方法を定めます。また医療・商業施設やバス停などへの移動が簡単にできるよう、公共交通の整備にも取り組んでいきます。この計画は急激に環境を変化させるものではなく、20年から30年程度の期間をかけてゆっくりとコンパクトな街を作っていくためのものです。そして皆さんが中心市街地だけに集まることを目的にするものではなく、
各地区の支所や小学校などの近くに集まって生活していただくことも大切だと考えています。この計画ではカバーできない農村部もありますが、立地適正化計画と並行して策定している都市計画マスタープランで町づくりの方向性を示し、地域コミュニティの維持を目指しています。生活に必要な施設を歩いて回れる範囲で利用できる、車を運転しない方にとっても便利な町づくりを目指しているんですね。はい、そうです。高齢の方々や子どもたちが快適に暮らすことができる町づくりを目指しています。昨年の9月から11月に市民の皆様を対象としたアンケートでは、これからの町づくりでは環境、中心市街地のにぎわい、道路、公園、下水道などの整備、防災、医療福祉を重視するべきであるという回答を多くいただきました。この伊那市立地適正化計画はまだまだ策定の最中で、これからも市民の皆様の声を参考に進めていきたいと考えています。今後は住民ワークショップや説明会を開催していきますので、多くの皆様のご意見を聞き、将来の伊那市をみんなで考えていければと思います。現在予定している住民ワークショップは、8月25日に防災コミュニティセンター、8月29日に美鈴きらめき館、9月1日に東春近ふれあい館、9月4日に高遠町総合福祉センター山裾で開催します。事前の申し込みなどは不要ですので、ぜひお気軽にご参加ください。また今後の住民ワークショップなどの開催予定は随時司法伊那などでお知らせしていきます。私たちの子ども、またその子どもたちにとって伊那市が住みよい町であるために、いつまでも伊那市が伊那市であるために、皆さんで伊那市の未来を考えていきましょう。トピック伊那市、ここからは1週間の話題をお伝えします。高遠町の国道152号を走るバス、藤沢線の待合室をアートデザインに仕上げた東京芸術大学の大学院生が6月12日、白鳥市長に完成を報告しました。この日は東京芸術大学大学院2年生の高井みどりさんと、プロジェクトを共同で進めてきた高遠第2第3保育園と地域の未来を考える会のメンバーが市役所を訪れました。いいな、こういう感性っていいよね。江戸時代 の石工の作品と令和の時代の新しいこう、ね、作品と。高遠町の国道152号を走るバス、藤沢線の待合室を東京芸大の大学院生2人が中心となり、アート作品に仕上げました。私は本当きっかけを作ったと思うだけだったので、皆様が使いやすいようにどんどん交流の場として使っていただければ嬉しいです。バス停アートの取り組みは東京芸大と地域が一緒になって新たなシンボルにしようと、去年11月から取り組んできました。また高遠地域の魅力を発信するきっかけを作り、移住促進や観光 PR につなげる狙いもあります。バス停22箇所のうち20箇所が完成しています。当初は3月末までに22箇所すべて完成する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で高遠北小学校の児童と制作するバス停アートは9月に延期となりました。今後写真やコンセプトなどを記載したバス停マップを制作する予定です。高遠高校の2年生は神話の丘ローズガーデンでバラの花摘みを6月15日に行いました。今後は摘んだバラを使ってアロマウォーターを作る計画です。この日は高遠高校の進学コースの2年生16人が花摘みをしました。伊那市振興公社の職員から指導を受けながら見頃を過ぎたものを摘んでいました。地域の科学の授業の一環で行われたもので、
去年からは地域資源を生かした商品開発に取り組んでいます。今年はバラの花びらから水分を抽出して部屋の芳香剤などに使われるアロマウォーターを作ることにしました。あと次のね、これつまみがもう枝が伸びてきてる。これも綺麗だ。花もほんあの匂いもね、このくらいの本当は一番強い。そうなんですか。こういう地域のことに関わって授業の時間、授業の時間使ってできるので、しっかりあの全力で取り組んでいい商品を開発したいです。みんなになんかいい匂いって言ってもらえるような、なんですか、万人受けするっていうか、そんなアロマが作れたらいいなって思います。秋にも花摘みを行い、来年のバラ祭りに合わせて商品化を目指すとしています。以上、トピックいなしでした。続いてお知らせです。家庭で利用されずに眠っている使う予定のない食料はありませんか？そのような食料を持ち寄り、生活支援に役立てる活動、フードドライブにご協力ください。伊那市ではご家庭で余っている食べ物を集め、食べ物に困っている人やマイサポ伊那市へお渡しするという取り組みをしています。伊那市社会福祉協議会のマイサポ伊那市では、対応している家庭への提供や社会福祉協議会で行っている子ども食堂で使用します。またたくさん集まった食品がある場合には、他の子ども食堂へも提供していきます。集める食料は包装や外装が破損していないもの、未開封のもの、常温で日持ちのするもの、賞味期限が明記されており1ヶ月以上先のものを守っていただきますようお願いします。例えばシーチキンやフルーツの缶詰や乾物、乾麺、調味料、カレーやスパゲッティなどのレトルト、米などです。ご協力いただける方は、平日午前8時30分から午後5時は伊那市役所1階子育て支援課、または伊那市社会福祉協議会へお持ちください。土曜、日曜、祝日、時間外の場合は伊那市役所にお越しいただき、日直へお渡しください。もったいないをありがとうに変えるフードドライブにぜひご協力ください。当面は新型コロナウイルスを意識した生活が必要となります。飛沫防止のため、症状がない場合でもマスクの着用をしましょう。そして人との間隔はできるだけ2メートル空けましょう。また手洗いは30秒かけて水と石鹸で丁寧に洗いましょう。一人一人の行動で感染拡大を防ぎましょう。伊那市が管理する伊那市民プール、高遠スポーツ公園プールの営業を行わないこととしています。新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策が求められる中、伊那市における施設利用及びイベント等実施方針に基づき、利用者の皆様の健康と安全を最優先に考えた結果、プールや更衣室などで密になることが想定されることから、安全・安心なプール環境を提供することが困難であると判断したためです。ご理解のほどをよろしくお願いします。水の張られた青々とした田んぼとは対照的に、小麦色が目立つ田畑が目に入ることはありませんか？上伊那地方で多く生産されている小麦の収穫が行われる時期です。来週は小麦花満点の収穫などについてお伝えします。それではまた来週。